こんにちは。ようこそムッシュガズへの実験室へ。昨日に引き続いておいでいただきましたね。その調子でお願いいたします。さて、前回海軍は一生懸命岩を押そうとしてくれていますね。これで何がどうなるというんでしょう。何かありそうです。さて、今回の見どころですが、そろそろあなたの水槽に大きな変化が現れるかもしれません。そのためにも廃魚と共に岩を動かす努力を続けてください。今現在、この育成環境の中で廃魚は寒さで苦しんでいます。ヒーターで温度を上げてあげましょう。それではどうぞ水槽の方へご案内いたしましょう。大人のザビチャンネルへようこそ。どうも、ザビでございます。はい、ということでね、岩を押してもらいましょう。そして寒いということなんで、まあ寒さと酸素とご飯は当たり前にあげると。なんか水槽にね、新しい変化がということだったんで、どんなことが起きるんでしょうか。ではスタート。あ、きっと寒い寒い言ってるんでしょうね。わ、寒そう。そのまま指離さないでね。おー、寒いんだからもっともっと上げてくれよ。おー、寒いんだからもっともっと上げてくれよ。おー、寒いんだからもっともっと上げてくれよ。はいはい、その調子でもっと上げてくれ。あー、寒くて死ぬかと思った。よしよし。喋ってる時に俺が喋っちゃうと被っちゃうからね。どうせ同じことしか言わねえんだろうけどな。そのまま指離さないでね。いい感じになってきたぞ。よしよし。さあさあさあ。腹減った。オッケー。もうちょっと待てや。何も言わんのかい。黙っとったの。お、ここはブワー、ならない。だいぶ重たくなったんだろうね。よし、ご飯を取りに行きましょう。ブリ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 、ない。ご飯ありますか。ブリ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 、あった。ああ、俺か。もう覚悟を決めてたよ。俺たちみたいに過当な生き物はたくさん生まれたって、どうせ生き残るのは少しってことか。花だ、あの世で会おうね。あの世とか言うなよ。しかも花田って今ねえ、この現実世界ではかなりいい感じのお相撲さんですよ。おいしいまん、ご飯ご飯。え、ご飯ご飯。餌だ。おお、そこだったんかい。角度が悪かったわ。さあ、シーマンクイズ。ごちそうさん。いいえ。などうしたどうした。チュース。おお、今日12月26日はな、おチャールズ・バベッジっていう人の誕生日なんだよ。誰？知ってるかな、バベッジ。知らん。知らないだろう。うん。コンピューターを歯車で作っちゃった人だな。天才やな。ちなみに生まれた年は1792年だそうだ。生まれてねえよ。お前も生まれてねえよ。こんにちは。寝たかったら勝手に寝るからいいよ。どういうこと？こんにちは。うし。うし。今何時？延暦寺。延暦寺、はい、いただきました。イエさんですね。シーマン。あ？あ？シーマン。何ですか？そこ動かそうぜ。岩。あ？あ？岩。もう一回言って。もうダメこれ。岩を動かそう。どうもがどうしたって？どうも言ってねえ。どうもってお前。え？そろそろ産卵のために上陸してえな、俺も。上陸？すげえ変な動きそうな、お前。え？ムーンウォークみたいになっとるよ。ムーンウォークやで。
シュワー。今日は動か、足、え、岩動かさないですか。コンコン。なんか言えや。なんか言えや。何も言わんのかい。え、どうした。何もない。これ、これこれ。あ、俺は動かさないかのか、これ。よし、今回はマイクのテストだ。マイクのテスト。いいか、俺がはいって言ったら、平山って言ってくれ。平山。タイミングよくボタン離せよ。はい。じゃあ、はい。平山。平山。はい、もう一度。おう。平山。認識できないぞ。もっとはっきり言って。ほう。はい、もう一度。平山。え。平山。はい、もう一度。平山。さて、ここで問題です。はい。世界で一番高い山の名前はなんだ。ヒマラヤ。ブブエベレストでした。知ってた。ということで、岩は押さないよ。知ってた。なんでした。絶対そう言うと思った。腹立つ。引っかかってやったんだよ。また岩を押してほしいんだな。オッケー。ヒマラヤって3回言って。わかる？ヒマラヤ。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 はい、もう一度。ヒマラヤ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 。認識できないぞ。なんでやれ。はっきり言って。はい、もう一度。ヒマラヤ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 。はい、もう一度。ヒマラヤ。ヒマラヤ。ヒマラヤ。もういいよ。もういいよ。ヒマラヤ。さて、ここで問題です。世界で一番高い山の名前はなんだ。もういいよ、分かったよ。エベレストだ。よく分かったな、お前。任せろ。よっしゃ、約束だからな。押してやろうじゃないか、この岩を。お前、教えてくれました。しかし、さっきわざと引っかかったやんけんな。みんな分かっとる。みんな分かってると思うけど、わざと引っかかったやん、俺は。グラ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 。さあ、押せ押せ。カイジの鉄骨のあたりみたいだ。押せ押せ押せ。頑張れ。お、動くか。まだか。お、動いた動いた動いた。おしゃ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 よーしゃ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 、いいよ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 。すげえ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 。あれ、水が。トイレの、トイレの水みたいなと。水水。抜けてるか。わー。ほーら、陸地ができてくるぞ。おらじゃねえよ。トイレじゃねえか、これ完全に。どういったあいつ。あれ、どういったあいつ。おお、あ、おっとおっと。コンコン。チキ。どうした。ピーマン。なんでしょう。陸ですね。ん？うんうん、陸ですよ。何？いやいや、何じゃねえ、陸だって。陸、これ上がってくれる、もしかして上がってこんのか。おお、何も言わんのか。え、ピーマン呼んだ。何で呼んだ。どうした。何歳でしょう。教えません。何歳とか聞いてねえけど、まあいいや。何か教えて。もう言っただろう、それ。何をや。今さら俺の名前聞いてんじゃないよ。シーマン、なんか教えてからお前の名前って思った君は一体何なんだ。陸ができてきてどうするの今から。産卵するのかい。どこで。水の中ででしょ、もちろん。え、ああ、何もしないのかね。ここまでってこと。シーマン。シーマン。なんか疲れとるけど。まあ今日ここまでかな、ほんなら。それでいい？では今日はここまで。やだって言ってんだよ。何が？じゃあ続ける？バイバイ。俺のことを好きになってきたな。好きって言ってみろよ。は？言わんかった。言いたくなかった。好き。本当に俺のことが好きなのか。なんか腹立つわ。じゃあ最後に今何時を聞いて終わりましょう。今何時。
親父。オッケー、じゃあ親父ギャグで終わりです。まあなんか今日はここまでっぽいので、シーマをこうふわーっと見ながら終わりましょう。ではまた明日お会いしましょう。バイバイ、じゃーん。